あ、ヨコモネです。前回から、前回は、なんだっけ。もう、覚えてないし、冒頭10秒ぐらい、マイクつけてなかったし。夏目さん今日は来てないな。どうしようもんかな。あ、前回すげえ死んだなって感じだな。あ、急にめまいが襲われてこの場に崩れ落ちそうになる。時間がない。この感覚は。ああ、時間ねえや。どこからか囁くような声が聞こえてくる。おとぎ草子の始まり始まり。マサカリ担いで首太郎、銀時様にお供えた。ワン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 犬の首。来やがった。学園の呪いだ。俺の死を告げるタイムリミット。死神の足音はすぐそばまで迫ってきている。畜生。抑えきれない不安が汗の玉となり、額や頬をじっとりと濡らす。今晩中にどうにかしないと。おはようございます。早いね、おるのかよ。顔、汗だらけだよ。どうかした？なんでもない。もしかしてさ、もしかして、呪い来た？お、なんでわかんだよ。なんとなくかな。守護霊がささやいてくれたのかも。多分俺の顔色から察したのだろう。相変わらず心霊絡みの勘は鋭い。いや、顔色、カオルさんとそんな変わらんけど。全員顔真っ白やけど。よし、私が何とかしてあげる。あ？任せなさいって。小月は近くのテーブルに自分のバッグの中身をぶちまけた。中からは財布から化粧ポーチやら、銀髪のウィッグやらの他に、なぜかボトルに入った墨汁、すずりが出てきた。まずはこれだね。そう言って手を伸ばしたのは銀髪のウィッグだった。よしっと。よっと。こちらクルセモモ、あなたの背後霊は今日も元気にしてる？必要なのか、その返信。気分は大事でございますよ。木彫りの仏像より金の仏像の方がキラキラしてご利益ありそうでしょ？キラキラ輝く銀の髪をかき上げながら、クルセモモ姿の葉月を微笑んだ。さてと、準備準備。あずきは硯に墨汁を注ぎ始めた。何を始める気？私、般若心経266文字を暗記しているのが自慢なのですよ。答えになってねえぞ。さて、準備完了と。では、オルノ君、服を脱いでくださいませ。それ体に引っかかれんの？はぁ？耳なし大内の話はご存知ですよね。そんなされると思った。悪行から逃れるために全身のお経を書いてもらったけど、耳だけ書き忘れて悪行に耳を持っていかれた。あの話です。まさかお前俺に念仏を。ご安心くださいませ。階段のような土地は踏みません。足の裏から耳の裏までしっかりとありがたいお経を書いてあげましょう。絶対に。それで俺の国に危害を加える怪異や霊障はさ退けられるはずです。な、バカな。クルセモモを信じなさい。信じられる者は救われるのです。一番はね、頭を剃ってないから髪の毛かけないと思うよ。不満です。あ、ご不満そうでございますね。
けどこれも全て俺の君のため。バカらしい、付き合ってられん。む、ご情でございますね。ならば無理やりにでも。あ、勘違いされるやつ。いつもそれ言うな。何をしてるんだ。葉月の前でシャツを脱ぐ俺を見て天の目が目を丸くしている。お邪魔だった。待て、誤解すんな。天の実に事情を話して誤解を解いた。それはひどいな。バカバカしくてため息しか出ないよ。絶対に効果あるはずなのに、般若心経書きたかった。思いの強さ、葉月さんの狂気はともかくだ。呪いが起きたのはまずいな。きっと大丈夫でございますよ。浦島アンナの時だって死の運命から逃れましたもの。そうだね。今はただそう信じるしかないな。こうなった以上、今晩中に何としてもキリをつけないとな。それがね、なかなか厳しそうだよ。どういう意味だ。来る前、金時町の様子を見てきたんだが、昨晩より警備が強化されてたよ。のも、斧を持った大男を目撃して、通報した奴がいたらしくてね。おかげで限界態勢さ。どこの通りもパトカーが陣取っている。勝ち込みでもあったかのような爆騒ぎだよ。天の目くんは確か警察に、知恵の方がいらっしゃいましたよね。知り合いでいい。お、こんねえ。なんとかなりません？もちろん試してみたさ。けどあそこの責任者は、昔気質の堅物でね、付け入る隙がなかった。日数をかければ埃が出ると思うけど、この短期間じゃ無理だ。なんてこった。はぁ、弱りましたね。どうすんならこの騒ぎの中に、首太郎が現れたら面白うございますのに。そりゃ楽しそうだ。警官の慌てふためく姿が見物だな。騒ぎが起きれば、隙もできる。騒ぎか。金時町で爆騒ぎを起こせば、あるいは。お、いい手があるのか。一つだけね。あんまり関わるなと言った手前、あいつは使いたくないんだけどね。ちょっと失礼するよ。電話かける。マラシ？天の実は店から出てった。あいつって、やっぱマリちゃんでしょうね。何をやるつもりでしょうか。少しドキドキいたします。わざわざ外に出たということはろくでもない相談に違いない。だが今となってはそれだけが頼りだ。天の目はすぐに戻ってきた。いや、ごめんごめん。マルシにさ、事務所の犬の散歩を頼んでおくのを忘れててね。適当なこと言っているが、あの顔だとうまくいったのだろう。そういやさ、僕は夕食はまだでね。駅前に何か食べに行こうよ。おごってやるから。ずいぶん唐突だな。そうかな。君も腹は空いてるだろ。空いてる。すっごく嬉しそうだね。この状況でそんな顔ができるなんて、極道顔巻きのクソ度胸だよ。面白い男だな、まったく。煽られてる。待てばカイロの日よりありだ。のんびり飯を食ってる間に、事態が好転するかもしれないしね。ほらほら行こうよ。三人でご飯食べるのは初めてだし。はじきは乗り気だし。いつの間にか変装もといて外出準備はバッチリだ。私ね、いいお店知ってるよ。過労死した従業員の霊が出るって噂の。そっちの多めのサービスは間に合ってるから結構だよ。どうせ今夜もゲップが出るほど味わうことになるだろうしな。その後、天の目とあずきと一緒に回らない寿司屋へ行った。いやー、すごーい。初めてで家庭がわからない俺に対し二人は当てられた様子で注文する。格差を見せつけられた気がした。回らない寿司屋行ったことない。おいしん坊見ての知識しかないよ。夕食を食べ終わった後、駅前のロータリーまでやってきた。
あれ、なんか交番が騒がしくない？交番にいる警官の数が多く、さっき立っているようにも見えた。耳を澄ますまでもなく警官の怒声がこちらまで聞こえてくる。なんで金時町で丸走が暴れてんだ。集会の話なんで聞いたのだ。どうも、急に決まったみたいで。ヘッドクレストの初代総長が一声かけたらしいです。ちぃ、土佐会野郎のカリスマは失われずか。あ、丸橋か。そっちの対応はどうなっている？金時町担当の連中が追ってます。あ？なんで？後期の仕事だろ。それが、上の命令なんですよ。現場は嫌がってたんですけど、行けって言われたみたいで。暴走族。どうやら金時町に暴走族が、ごめんなさい。暴走族が現れて派手に暴れたらしい。上残りをして現場の警官がそれを追わされているようだ。初代総長の登坂野郎って、まさかね。いやいや、偶然って怖いね。けど絶好のチャンスだ。ああ、わかってるよ。さっさと金時島へ向かうぞ。首太郎がまた現れるとしたら、あの古井戸の周りだろう。危険だが生き延びるには行くしかない。お。そうそう。無数に浮かび上がった口たちが下品な声を立てて笑い始めた。あの輸送車いよいよ大詰め。金時過ぎのすぐ下で頭下げて願いこと。さっきそんな見方してなかった。残された時間はあまりないらしい。おい、大丈夫かい？なんとかな。さっさと行こう。ああ、どっちを連れて行きますか。前回天の目連れて行ったけどな。あずき連れてく？わかった。どっちがいいみたいな振りもなかったからどっちもいいんじゃないかな。天の目くんの一番よろしく。何かあったら携帯にね。あ、そうだ。前に調べた場所でもまた何かあるかもしれないね。その辺注意しながら進んでいこうか。はーい。探索です。まあ、この辺は、いっか。あそこいつも誰かが見てないかなとか思っちゃうわ。じゃあ、一個一個また見ていくか。地蔵様。その周辺見調べたが、ちょっとないものまんじゅう以外ない。うっすら色が変わっている部分がある。営業中は店の前にも看板を出してるだろうか。柱の裏はない。ゴミ箱はゴミだけ。ポスターは変わりなく。自販機も変わりなく。タコも変わりなく。照明も変わりなく。依然変わりなく。あ、お供え物が増えてる。お供え物？どうしたの、パンツク？急に空を見上げちゃって。え、空の方？いやな、空が鳴ってると思ってよ。言われてみればそうだね。でも雨が降りそうな天気じゃないよ。だよな。そういえば金時町って落雷多いんだっけ。金時杉の雷除けの五角は消えちゃったから。うん。とはいえだって鉄塔が雷
吸ってくれるやろ。気をつけた、気をつけた方がいいかもって気をつける手段もないけど。増えてる。あれ、お供え物が増えてるね。昨日はぬいぐるみはなかったよね。あずきの言うには踏切のそばにぬいぐるみ置かれていた。なんだろうね、子供が亡くなっちゃったのかな。こんなところに置いてったら首を首太郎に持ってくれそうだ。そうだね、首太郎に見つからないといいね。ぬいぐるみに構ってないで先に行くぞ。え、本当にそれだけ。なんか捕まんのか。まあ特にないか。進みますか。おお、荒らされてら。天井戦記ウイガドクソン。なんか暗がってんな。パトカーだね。パトカーひっくり返ってるよ。うわぁ、時代。なんでひっくり返ってんだ。暴走族は暴れたって話だし、そいつらがやったんでしょうね。チャメッキでさ。とんだチャメッキもあったもんだ。壁にもいろいろ書いてあるよね。おまわりさんが追いかけるのも無理ないよね、これじゃ。誰かのポケットで電話が鳴った。あれ、鳴ってない？鳴ってない。ああ、おるのか。はい、もしもし。シース、お疲れさんす。お疲れさんす。マラシ。マラシ？意外な相手からの電話だった。なんで俺にかけてくんだよ。その、もっちゃんにかけにくい事情がありやして。すぐに現状報告す。頼まれた集会の方はもうお開きにしちまいました。いや、すばしぶりにかっ飛ばして、現役時代を思い出しやしよ。このパトカー、お前らの仕業か。そうそうっす。マジウケるっしょ。って、もうそこまで来てるんですけど。実はね、自分も金時町にいるんですよ。もっちゃんには内緒っすけど。俺にかけてきたのはそういうわけか。ま、そうっすね。俺の君から坊ちゃんに取りなしてもらえません？考えておこう。で、今はどこにいる？えい、金時島のすぐ近くですよ。え？こいつ死んだりせん。大丈夫かな？俺の君たちも金時島に向かってるっしょ？坊ちゃんに聞いた話だと、例の井戸開けたんすよね。いや、早く見たいっすよ。ガキの頃から気になってたっすから。おい、気をつけろよ。昨日そこでヤバい目にあってんだ。大丈夫っすよ。わかってますって。のんびりまんじゅうでも食いながら待たせてもらいやすよ。あ、こいつ死な？大丈夫？ではまた。マラーシャからの電話切れた。マラーシャが金時島で待ってるそうだ。すごいね、あんなところに一人で行くなんて。とはいえ、昨日は首太郎が出た場所だ。合流するなら急ぐべきだろう。あまり待たせたくはないな。さっさと行こう。ああ、探索してくるな。タイヤ痕の道路には様々な種類のタイヤ痕が付けられている。相当な人数で走り回ったようだ。赤文字が見えん。ただデカデカと文字が書かれているだけで、アート的な要素はどこにも見当たらない。まるで目立つことしか考えていないような落書きだ。え、なんかいた？わかんない。電柱はどこにない。ゴミ箱あさろう。どこにないか。パート無残な姿でひっくり返っているパトカーがある。
相当派手に落下していったようだ。うん、まあ、特にないか。はい、4丁目消火器特にない。電柱は住所が書いてるだけ。なんだ、特にないのか。あの前調べた場所も調べましょうよっていう前振りを言うから、なんかあんのかと思うじゃん。で、ナビ、まあ、行くか。金的塔の周辺は普段の様子と変わりなく静まり返っていた。あれ、ここで待ってるって言ってなかった？ああ、人のはずだが。しかし見渡した限りではどこにも丸橋の姿はない。探してみるか。こいつも首となってこの中にとかじゃない。まあ、ちょっと祠とか調べてから。祠は特にない。カーブミラーとかフェンスとかはまあ変わりなんか。いいのかな。もう、はい、じゃあ移動。井戸の向こう側に金時まんじゅうの紙袋が落ちていた。昨日はこんなものはなかったが、そういやマラシのやつまんじゅうを食いながら待つとか言ってたな。あいつが捨てたのか。それがここにあるってことは、まさかマルちゃん、勝手に井戸を開けたんじゃ。かもしれない。マラシには気をつけろと言っておいたが、あいつのことだ、退屈を持て余して開けてしまったのかもしれない。開けてみる？ああ、中を確認する必要がある。やば、昨日の出来事が頭をよぎる。この井戸が首太郎にとって大事な場所ならば間違いないだろう。蓋を開ければ何かが起きるかもわからない。コンクリート製の蓋を横へとずらす。中を覗き込むと、ああ、まだ足はいないね。井戸の様子は昨晩と変わらなかった。首太郎が弟を元気にするために集めた首が並んでいた。ポーチ増えてるじゃん。一つだけ首が増えている。あの時の渡した犬のポーチだな。首太郎のやつちゃんと回収したのか。かわいい少女趣味。残念、まるちゃんは隠れてないか。それでどうするの。そうだな、とはいえ犬の死骸は入ってるんだよ。昨日は首太郎が来たせいで井戸を調べている時間がなかった。念のためちゃんと見ておくべきだろう。うん。井戸の中に手を伸ばし、並んだ首をかき分ける。え、マジ？漁っちゃうんだ。引くわ。浦島池の死体の時といい俺の君ってすごいね。こっちは命がかかってんだ。生き残るためなら何だってやるさ。ウサギのバッグを開いてみると、こいつは、ぬいぐるみ、首がないぬいぐるみ、ボロボロのぬいぐるみが入ってた。首がゴロゴロ転がった井戸の中でこいつだけは逆に首がない。首のないぬいぐるみを手に入れましたと。井戸の調査はこのくらいかな。うん、それよりマヌちゃんはどこ行ったんだろう。さあ、近くにいると思う、行っていると思うが、携帯を取り出し着信記録を見た。どうする？なあ？マルシの番号に書き直してみる。この辺にいるなら、携帯の音でわかるかもしれない。そっか、大声で呼ぶわけにもいかないもんね。はい。マルシの番号を選び発信する。あら、電話鳴ってるわ。鳴ってる鳴ってる。どっからだ？
この方向だったら鉄塔の反対側じゃないかな。あっちか。あ、まあホラーテイストだよね、こういう演出。クチャチの絶叫が脳裏に突き刺さった。おとぎ奏者はめでたしめでたし、いけない、覗いては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 いけない、井戸の中を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 、覗いてしまった、覗いてしまった、覗いてしまった、覗。どうかした。いや、なんでもない。あずきにバレないよう動揺をしかふくす。正直な心配させます仕方がない。やばいぞ、こいつは。急がないと。はい。ま、ってところで、今回はこの辺にしときましょうかね。まあ、次回、なんか、いよいよクライマックスかな？いよいよ対決かな？まあ、あんまり、状況が分かってないけど、まあ、次回続きます。ご視聴いただきましてありがとうございました。ひよこまででした。さようなら。